現状は受験生や保護者、高校関係者、国民の皆様の理解が十分に得られているとは言い難い状況にある。受験生には不利益にならないような形で決着をしてもらいたいと。不可能ならば前に進めないということはあり得るかもしれません。技術式試験をめぐっては質の高い採点者の確保や自己採点と実際の採点の不一致などで課題が指摘されてきました。政府内からも疑問の声があり、文部科学省は年内に結論を出すとしています。